ミハイル・アレクセイエフ・ミハイル・バシーリエヴィチ・アレクセイエフは、ロシア帝国の軍人、不評代将。第一次世界大戦中に、ロシア最高司令官スタッフ課の参謀長を務め、臨時政府では最高司令官、革命後のロシア内戦では、白軍の指揮官の一人であった。第64火山連隊長であった父、バシーリーアレクセイエフの子として、トベリ県に生まれた。 父と同じ第二敵団兵ロストフ連隊に志願し、1876年にモスクワの不評士官学校を卒業した。1877年から1878年のロト戦争に従軍し、勲章を授与されたほか、大隊副官、連隊副官に抜擢された。その後、ニコライ参謀本部アカデミーで学び、サンクトペテルブルク管区の第一軍団の本部に、 副官としして勤務した1889年から1904年にかけては、サンクトペテルブルク士官学校、ニコライキヘイ学校、参謀本部アカデミーの軍事士の教官を務めた。1904年10月に、日露戦争が勃発すると、第3万州軍の参謀長に任命された。この戦争中の功績から、西安な一級勲章。 セースタニスラフ県付一級勲章を授与されている。1914年8月の第一次世界、大戦勃発時には、第3、4、8軍からなる南西軍団の参謀長に任命され、ウクライナのガリツヤ方面の攻勢計画を作成し、初戦でのオーストリア・ハンガリー帝国に対する勝利に貢献した。1915年4月には、西部方面の司令官に任命され、 同年8月に、ニコライ大公が、スタッフカ参謀長の任を売りると、ニコライ2世によってその後を継ぎ、ロシア全軍の参謀長に就いた。1917年に2月革命が発生すると、アレクセイエフは、ニコライ2世に対し、君主制を維持するためには、退位が必要であると進言した。その後に組織された、ケレンスキー率いる、臨時政府では、最高司令官を務めていたが、 ソビエト、ボルシェビキには反対する姿勢を取った。1917年8月30日、アレクセイエフはケレンスキーを総司令官とする新設のスタッフ家の参謀総長となり、コルニールフの反乱を鎮圧する任務に就いた。同日、コルニーコフを逮捕すると、ケレンスキーの政策への抗議として辞任した。10月革命後にはノボチェルカスクへ逃れ、11月15日商工組織。 後の義勇軍の創設を宣言した。12月には、コルニールフが軍の指揮官となり、アレクセーエフは政治、財政面を担当することになった。翌年4月に、コルニールフが戦死した後は、デニーキン指揮下の白軍の政治組織の長を務めている。心臓を病んでいた彼は、同年7月にエカテリノダールで死去した。遺体は、同地の大聖堂に安置されたが後に、 家族の手により、セルビアのベオグラードで埋葬された。ありがとうございます。